ございます。今日は土曜日、今日私の出るクラスの、ね、予選は今日始まるんですよ。今ねコースでほらシュガーウォーターをねこうやって、まあ、あれどこ行った、ちょっと遠いな、はい、巻いてますよ。あら、お早い、おはようございます。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 まだね、朝私が出るクラスが朝一のなんですよ。だからすごく早く来ました。まだ人全然来てないです。あ、おはようございます。昨日お世話になりました。ありがとうございます。どうも。おはようございます。おはようございます。昨日お世話になりました。今日も一日が始まります。これはね、香水。なんですけど、全然香水じゃないです。このぐらいは私にとってプロの香水ニストの私には、ね、全く余裕です。このぐらいは8時17分なんですけど、8時半から第1レースが始まるんですね。それ私のヒートです。それトラッククラスなんで、もうそろそろね出番なんで行ってこようかなと思います。まあ、三浦さんと同じヒートになれたんで負けることはないですけど、ちょっと行ってきますよ。お嬢さんとおじさんがいます。さっき私3話のプロポの ARC ってあるでしょ、あれ知ってます？自分の指の動きを予測して動いてくれる機能なんです。知ってました？もちろん私は知ってましたけど、それをねライバルの大石さんにお教えしてね、はい、やっぱイーブンでいかないと。イーブンでいかない、はい、フェアじゃないですからね、はい、今のところちょっと私の方が上かな。三浦さんとの対決です。大丈夫、動画だから。それ動画だから。しかも僕のやつ。高橋さん1分目ですよ。あ、2分目でしょ。あ、そうなの？そう、確か早かった。あ、一緒じゃないの？俺、全然早かったから1分目。いや、そんなことない。2組目。いや、全然今騙してるだけだわ、絶対。本当に？今言ってくれてます。あら、なんだ、もう一回アップした、はい、じゃあ、じゃあ次ちょっと一緒に走れますね。早かった？うん。でも早くなかったね。全員に抜かれた気がするんだけど。マイカネバ。今判明したんですけどね。なんかその荒川さんっていうこの現地でね住まわれてる方、まあ元日本人なんですけど、その人使ってるマシンで、ね、これ BD8。昨日ねなんかすごい運がめちゃめちゃ運が良くってトップだったんですよ。で。BD8 で、
バネ変えただけなんですよ。要はめちゃめちゃお気軽お気楽仕様なんですけど、運さえあればトップタイム出せるっていうまあそういう仕様にねこうなってますんで、まあ、TIT 仕様はねそんなんでいいんです。本当にねあのこれだけあのトップとあのこのいろんなレベルの層の人がね同じ環境で遊べるのって最高に。あのね昨日も紹介したんだけど、このねスムージーがねめちゃめちゃ美味しい。今作ってるでしょ。このバナナがね、最初キヨピーがね美味しいって言うから嘘くさいなと思ったら本当にめちゃめちゃうまい。で目の前でねこうやって氷に入ったドリンクもあるから快適。20バーツね。水10バーツ、ジュース20バーツ、まあ40円とか80円の感じですよ。今からクオリファイ1、2、1、予選が始まります。私の優勝のプロセスを今からお見せします。なんかね、現地にいらっしゃる日本人の方の娘さん、川瀬さんっておっしゃるんですけど、私の YouTube 見て知ってるって。嬉しいね。名前なんていうの？めぐみちゃん。めぐみちゃん、かわいいね。エリザベスです。恥ずかしくなっちゃった。イエーイ。え、何これ？どこに住んでるの？え、日本に住んでるよ。日本。タイに住んでる。すごいよね。俺も住みたい、タイに。だけどホテルだよ。え、ホテルに住んでるの？嘘だ。嘘違うよね。なんで髪がこんなに立つの？これね、頑張るとね、頑張ると金色になってる。今さ、俺もうすぐ出番だから走り見てくれる？俺の走り、ね、感動、感動を与えるよ。頑張るよ。だって、YouTube の中が出てきたの？そうだよ。YouTube の中出てきたの？そう。いや、かわいい。出てきたの？あのね。そうだよ。ちょっと走ってくるから。行ってきます。ちょっと行ってきます。俺の夢見たいでしょ、高木。見たいね。見たいよね。見たい。俺は見たいね。みんな見たいからね。うん、俺は喝采を送りたいのね。あ、そうだよね。うん、見てて。見てる。見といて。レジェンドのスイミングで、ね、泳ぎね。泳ぎ。今日で、ね、初めてね泳がそうと思うんだ。あ、本当ですか。そう、動かす、走らす、泳がせる。さっきは走らせちゃったから、次は泳がせる。ああ、車に走らされちゃった感じ。そう。まあ、難しいですからね。難しい。スイミングはね。スイミングは難しい。スイミングは難しい。かなり上級者じゃない、スイミングできないから。結構泳がしてる人多いよね、でもね。いや、もうハイスイマーが多い。泳がしてきます。今日のお昼飯。これ、昨日から食べたかったんですよね。カオパッドっていうですね。タイチャーハンみたいな。ああちょっとこんな感じ。ああ大丈夫。タイチャーハンを食べてます。これがね、目の前
ピアディジの目の前の屋台じゃないけど、なんかそんなんでね、買えるんですよ。300円ぐらい、200円ぐらい、300円。めっちゃうまい。ノンブーストってやつ出てるんですけど、これね、来る前ね、どうかなと思ったんですけど、これいいわ。あのね、速すぎず、遅すぎず。で、タイヤもね、なんかライブが長いやつ使うんで、ワンセットあれば、ね、全然遊びますよ。あとなんか人間の頑張り次第でね、なんか、どうのこうのって感じで、まあ、やる気があれば、上に。そうじゃなければ下の方にっていうね。なかなか楽しい、ちょうどいいベストなクラスでした。